さあ、沖縄ラブウェブ TV をご覧の皆さん、こんにちは。沖縄ミュージックジャーニーアフタートークということで、大工哲弘さんをお迎えしております。もうね、本当にね、はい、2週収録させていただきまして、はい、2週目が八重山民謡の魅力を語るということで、いやー、染みましたね、大工さん。はい、いや、僕もね、若い方々にそういう八重山民謡をね、はい、伝えられて本当に良かったなと思いますよ。本当ですか。はい、本当にね、今回ほら3つのポイントについてお話ししていただいたじゃないですか。はいはい、まずはですね、コール&レスポンス。はい、これ良かったですね。ああ、いやいやいや、まあ本当に日常でね、はい、メール送ったら帰ってくる、うん、まあ、そういうコール&しようという。そうですよね、メール送って帰ってくるのはちょっと寂しい。わじ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 にしますよね。はい、もうコール&レスポンスが大切ですからね。さあ、そして、もう一つが声の、ね、はい、地声の魅力という。声の魅力ですね、うん、やっぱり僕は歌の中には声、はい、情緒、まあ、英語で言うとエモーション、うん、大事ですね。はい、そして発音、その、はい、またそのこの土地のやっぱり発音ですね、うん、はい、言葉ですね、はい、それは大事にしないと、はい、このなんていうかな、民謡っていうかな、はい、島唄っていうかな、いろんなそういう雇用は成り立ちませんよっていうことですね、うん、なるほどですね。ここら辺の深いお話で、たっぷりと、本編の方で、お話をお伺いしてますので、ぜひ、沖縄ラブウェブ TV をご覧の皆さんはチュラウタウェブの方にアクセスをしていただいてね、大工さんのお話と、そして生演奏もしていただいてます、はい、こちらの方もぜひお聞き逃しなくということで。そして大工哲弘さん、なんと南米の方に、はい、ツアーに、もう2回目ですけどね、はい、南米も行くという形になって。南米だけに、南米も行く、はい、まあ、コーラーニですもん、うん、はい、ありがとうございます。いやいやいや、早速僕のレクチャーが、いや、もう本当にですね、もう勉強になります。はい、いやいやいや。さあ、ということでね、もうね、長丁場ですよね。はい、約1ヶ月近くなんですけど、はい、まあ、一番楽しみにしてるのは、はい、南米っていうところは、はい、世界のね、ええ、うちなんていうか、はい、たくさんいるところですよね。いらっしゃいますね。はい、まあ、夕日を求めて移民した国々が南米にありますよね、はい、アルゼンチン、まあ、ブラジル、はい、まあ、ボリビア、ペルーも含めてそうなんですけど、はい、うん、その土地に行きますので、ええ、うちの人とすごく交流できると、はい、楽しんで、はい、それも一つの楽しみだなと思ってます ね、 すね、公演以外に。あ、早速ね、オファーがあるんですよ。あ、本当ですか。アルゼンチンのうちの県人会の方のトゥシビー数字があるんです。それで400名も集まる、そこで歌ってくれて、ね、はい、これ楽しみにしてますね。素晴らしいですね。はい、本当にもう一生の思い出のツシビになりますね。はい、ね、まあ、国境なきアイデンティティで、はい、本当に交流していきたいなというふうに思ってます。はい、素晴らしい。またね、帰国後、はい、またこの番組ジャニーに呼んでください。はい、また報告したいというふうに思ってますから、ね。わかりました。喜んで。ぜひお願いします。はい、レクターもよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということでね、チュラウタウェブの方も、チェックしていただきながら、で、大工さんのね、その八重山での、はい、コンサートのね、そうそうそう、11月に、これね、初めてなんですよ。あ、本当ですか。46年間経って初めて、はい、石垣島で、はい、コンサートやるということになりましたので、はい、ぜひもう石垣のね、はい、ふるさとですから、ふるさとの人に、はい、本当にたくさん僕のね、これまでの、はい、ヒストリー、はい、っていうんですか、はい、映画ね、はい、もう分かるくせにみたいな。まあ、そういう、はい、ね、たくさん歌ってきたその南米の報告もしながらね、はい、八重山の人と一緒にいいコンサートしたいなというふうに思ってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕らも行きたいね。はい、ぜひね、行きましょうよ。もうぜひね、ね、マクラム道路、マクラム道路ね、歩きながら、ね、マクデン道路も、マクデン道路も、北前道路だからさ。まあ、本当ですよね。で、そうだ、俺本編で大工さんに、はい、聞きたかったんですけど、今注目の若手のミュージシャンとの交流もあって、はい、ね、この間もちょっとお話出ましたけど、僕今一番一人キーヤマショーチームなんですよ。面白いですよね。彼の、はい、親父と同級生で、はい、本当にもう筑波の止めだね、はい、でその子供がキーヤマショーテンのことがあって、はい、もう可愛くて可愛くて、はい、自分の息子みたいに、はい、まあ、すごく応援してます。あ、もう9月のね、はい、先月も出たばっかりなんですけど、第2弾目、
八重山ロックンロールという、はい、アルバム出ましたので、はい、僕ライナー書きました、はい、あ、マジですか、あ、本当ですか、それも楽しみです、今はもう木山商店あの膝盤中止で聴いてます、ね、そうですか、はい、いや、その八重山の鹿児島マリのコンサートに木山がゲストなんです、実は、あ、本当ですか、はい、あ、これはもう楽しみですね、ぜひですね、はい、ここ昨日か一昨日飲んでたんですね、飲んでたんですよね、あ、飲みました聞きました、あ、そうですか、はい、マストリーから、はい、あ、マストから、はい、ね、はい、ぜひ応援やってください、はい、かわいい、まあ、弟分ですからね、はいはい、もうぜひね、もう木山商店から、そしてね、哲弘さん、本当にね、南米ツアーも、ねはい、ぜひこう頑張って、はい、もう本当に、ね、歌の観光大使というかですね、はい、帰りは世界のうちなんち大会に連れて帰ってくるみたいな、まあ、そういう啓発活動をね、やりたいなと思ってますからね、ぜひ頑張ってください、はい、ありがとうございました。ということで、カメラに向かって、ジャーニー